今回はリコリスリコイル第9話のリアクション反応を見ながら最終章について振り返っていこうと思います。まあ、リコリコについては当チャンネルでも1話からこれはとんでもないアニメが出てきたぞと簡単に動画にはしていました。そしてあれよあれよとツイッターのフォロワー数は26万人を突破し、まさに夏のアニメの覇権となっていると思います。おそらくワンクールなのですでにクライマックス展開最終章となっています。今回はそんな終盤に差し掛かるリコリスリコイルの反応を見て簡単にね解説をしていこうかなと思います。ぜひ皆さんの気になる点などあればコメントしていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。連動テンチャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンプを中心にジャンルを取られず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると電の子も頑張れますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。第8話ではね、真島さんと千里がね、まさかの家で対話していたりとか、アラン機関の関わりである真島さんだったりとか、電波塔の事件での真島さんが目が見えず耳が相当いい関係だったり、そういうね、深い描写っていうのも結構多かったですよね。最後は吉松の側近に捕まり、千里の心臓に手を加えられる場面で幕を閉じました。そして今回第9話は、千里の人工心臓が狙われ、バッテリーの充電ができなくなったことで、千里は余命を宣告される回となったのが今回となります。まあ、甲斐のないね、人工心臓の手がかりを追うクルミは、ミカの当時のことを尋ねたりとか、一方 DA は大規模な真島の討伐作戦を控え、千里本部へと呼び出すというエピソードでした。もうとりあえず今回は余命が2ヶ月とされてしまったことに、もうどうにもできないことに衝撃を受ける一同でした。視聴者も同じことを思ったんではないかなと思います。もちろん最終章っていうのはこれからの流れ、この2ヶ月をどう演じるのかっていうところが結構描かれるんじゃないかなと思います。まあ、千里はね、もともと長くなかったと言っています。DA に戻れと楠の騎士殿に言われた千里ですが、その代わりに滝名を DA に戻してやってほしいという条件を、ね、出すんですよね。そしてその後、まあ、話は進んでいくと、千里が先天性心疾患を持っていたということを知ります。それについて人工心臓を入れ替えたということがね分かったんですよね。そして吉松ですよね。吉松めちゃくちゃキーだと思うんですけれども、吉松が与えた使命は殺しであって、千里が受け取った使命は救い、ね、こう救世主という名前の捉え方の違いっていうのがめちゃくちゃこの作において最終的にどういう意図を持つのかっていうのが結構肝になってくるかなと思います。これまでね、第8話まではどちらかというと話は進んでいって意味深描写多かったんですけれども、コメディーが結構主体でしたよね。ただこの第9話は本当前半から最後の最後まで、結構シリアス展開でした。ただそんな中、この2ヶ月という読みを知った上でも変わらない滝名が千里に寄り添うという姿が今後のねエピソードでも、これまでのストーリー展開を見ながら見るとめちゃくちゃ深いなと思いました。まあ第3話の時にね、チャンスは必ず来るというねコメントがあるんですけれども、今がその時なんだと言わんばかりにこう別々の道を歩き出す引き感がねめちゃめちゃ最高でしたよね。あとね、気になる点としては吉松が人工心臓の寿命を短縮した理由っていうのは、まあ、おそらくもう始末するためだとは思うんですけれども、また別の理由があるかもしれないですよね。あとアラン機関を直接襲撃した真島さんの目的だったりとか、まだまだ千里の心臓の秘密だったりとか、まだまだ隠されていることはあるし、残り多分1、3話ぐらいですよね。3話の中でどういう展開を迎えるのか、果たして千里はこのまま生き続けるのか、もしくはもう死んでしまうのか、どうなるのかちょっと気になりますよね。まあ、できればね、これだけ人気作品となると、第2クールというか、第2期っていうのも期待できると思うので、できれば復活してほしいなと思います。今回は簡単にね、第9話の振り返りをやっていきました。ぜひ皆さんの気になる点など、ここはどうなんだろうっていうのがあるのでね、コメントで教えていただけるともっと楽しめると思うので、よろしくお願いします。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さようなら。